はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はですね、マインクラフトのベッドロックエディション。BE 版というやつで遊んでいきたいなと思いますね。今までやってた PC 版はあれ、Java 版ってやつなんだけど、このベッドロック版ってやつの方が 1.81 でバージョンが上。で、しかもクロスプレイできるんでね。今映ってる画面はパパがやってるやつで、Windows 10ね。で、ヘイシー君の画面、こちらね。これは iPad でやってます。ヘイシー君の方はなぜか、ちょっと名前がバグっちゃって変な名前になっちゃったんだけどね。これは次回までに直しておきましょう。はい、じゃあ遊んでいきましょう。まずパパの方で作るね。遊ぶです。新たな世界を作って。難易度はハードにするよ。じゃあ作ります。新しいワールド、カモン！ドーン！なんか BE でね、できれば、みんなとね、一緒にやりたいなと思って。おー、さあ、生成されましたよ。レシン君もおいでよ。木の上にスポーンしたんだけど。え？木の、おー、海が近いね。レシン君がやってきたけど、ほら、やっぱり木の上にスポーンした。うわわわわわわ。これマジかよ。ものすごい。あ、亀がいるよ。え？早速亀。いて。いた。亀がいた。あそこほら。あそこに亀がいる。リオリオリオ。ってパパ、ゾンビ。え？ゾンビいる？うん。あ、こっちも亀発見。あ、本当だ。危なかった。とりあえずいろいろ作っていかなきゃいけないんで、それだけやっていこう。だね。とりあえず砂がいっぱいあるのは嬉しいところだな。うん、ガラスとか作れそうだね。いろいろね、Java 版とはね、違うんだってさ。天空トラップタワーとか作れないんだって。あ、そうなんだ。そうそう。なんかいろいろ違うところがあるみたいなんで、作り方が違うのかな。なるほど。回路とかもね、作り方が違うみたいなんで。できれば今日は、家ぐらいまで作っちゃいたい気がするけどね。一応 PC の操作的には Java 版とほぼほぼ変わんないかな、なんとなく。で、一応ここが初期スポーン地点なんで、みんなで今後やりたいとするじゃんね。ここにみんなスポーンしてくると思うのよ。だから、それだけ、ちょっと、この辺はだからあんまり移動しないようにしないといけない？だね。まあ移動してもいいんだけど、わかりやすいようにいろいろしとかないといけないのかな。そうだね、確かに、そうしなきゃ気づいてもらえないね。そう、どこ行ったか、せっかく来たのに誰もいないみたいになっちゃうからさ。今日はですね、すごい特殊な録音環境でやってるんで、もしかしたら聞き取りにくかったり、音がずれたりとかいろいろあるかもしれませんけども、その時はご了承くださいませ。はい、すいません。なんだろう、この歩く音とかがすごい大きいんだけど、気のせいかな。だね。 Java 版とそこら辺ちょっと違う感じするね。だね、ちょっと違うね。あ、すごいむき出しの石炭いっぱいあるよ。あ、後ろから来てるよ。ゾンビ？追いかけてきてる、追いかけてきてる。鉄発見。え？本内でね、本内で。あ、本当だ。思いっきりむき出しになってる。なるほど。よし、じゃあ僕はここで作業台を作ろうと。よし。この何 ?BE 版ってのはすごい遠くまで見渡せる割には全然重くならないんだな。だね。いい感じ。ちょっとびっくりしてる。やるね。作業台そっちで作ったんだ。やるね。ちょっと牛さんも申し訳ない。牛さんもちょっとお肉頂戴した。何の準備もできてないよ、えちゃん。これはまずい。ちょっと、タイマス、この辺。あ、ナイスナイス。どうしようか。とりあえず、どうする？だね、ベッドをとりあえず作ろっか。ベッド作れないからさ。あら。あった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 。そうです、死んだ時の場合のために、いろいろ入れておこう。パパ、石炭ゲット。こんなとこに。え、どこにいんの？ここ、穴。どこ？真下かい。そこゾンビ落ちてきたらアウトだよ。じゃあ、あ、来た来た。え、何こいつ。
あ、夜になると登ってくるの、この水ゾンビ。それはまずい、倒して。え、しかも強いんだけど。やばいね。オッケー、オッケー、オッケー、倒した、倒した。あ、ほんとだ、水ゾンビが上がってきた。上がっていた、向こうの方に。この辺ちょっと整地しよっか。あれ持ってるやつ来た、槍みたいなやつ。あー、ちょ、待って待って待って、体力はやばい。あの槍みたいの持ったやつ退治しろね。耐久に結構残ってる。ほら、え、これ本当だ、やったね。いきなり、いきなりトライデント、マジかよ。ちょっとこれは大切に。パパせっせとせっせと働いてたのに。え、本当にさ、これあれハードだよね。ハードなってるよな。え、おかしいね。まあいいんだけどさ、とりあえず一日無事に過ごせただけでよかったんだけどね。よし、じゃあ家を作っていこうか。あやあやだって。あや、あの辺山が光ってんのは溶岩が垂れてんのかな。そうじゃない、な、多分ね。トライデッド、トライデッド墓地出現。1、2、3。あー、やばい、爆発する。よかった、爆破しなかった。ほい、ほいや、ほいや、ほい、あぶねー、よかった、爆破されるとこだったよ。ふぅ、そしたら、き、あれ、これあらららら、この刺さったトライデント使えないんだ。よし、雨降ってきた。え、本当だ。エジ君の方も降ってるでしょ。降ってる、降ってる。すごいね。本当に統合版ってめちゃくちゃいいじゃん。うん。なんか PC とあれが一緒にできる日が来ると思わなかった、本当に。そうだね、これはすごい。27個集まってるよ。ちょっと欲しいんだけど。あ、分かった。おお、もう閉めなくていいから。ちょうだい。おお、これはまずい。あー、やばいやばいやばい、パパ食料。あー、ニワトリさん、ニワトリさんやるしかないよ。あー、やばいやばいやばい、死んじゃう。なあ、せめてここで死ぬ。あー、え、あれ、あー、おお、やった。あ、すぐそこでリスポーンした。やった、よかった。いやー、怖かった。おっしゃー、ベッド、はい、2つ完成しました。あ、ベッド2つ完成した。うん、あー、よかった。オッケー、できた。あ、なにこれ。間違えちゃったね、これね。パパ、二重の扉になった。二重の扉になってる。まあいいや、ちょっと寝ましょう。寝ましょう。はい、おやすみ。ふぅー。
はい、おはよう。ということで、ちょっと外出てみましょうか。はーい。リスポーン位置の設定って書いてある。はい、ということで、お家できましたね。イエーイ。よかったです。あ、いい感じ。全然できてないけどね。うん、もうちょっと、品よく、後で直していきたいなと思いますけど、とりあえず、第1回目はこんなところにしましょうかね。うん。で、ちょうどこの家の中がリスポーン地点になってるみたいなので。だね、よかった。ね、よかったね。だから、うん、今後ね、皆さんと一緒にやる機会があるとしたら、みんなここの中にリスポーンしてくるのかなって感じですね。はい。だからこの辺りをちょっと拡張して、なんか、綺麗にしていけたらいいなと思います。はい。はい。多分、ここに入ってこれると思うんだけどね。ただ、パパがログインしてないと、これできないんだよね。ああ、そうだね。そうそうそう。だから、なんか、みんなと時間を合わせて、入ってくれる人だけ入ってきてください、みたいな感じで。そうだね。いつか、うん、やれたらいいなと思ってます。まあ、入るにはまずフレンドになる必要があるからね。うん。うん。その辺また、調整して、できるようになったら、ご連絡して、一緒にやりましょう、みんなとね。うん。はい、ということで、今日の動画が面白かったなとか、気に入ったなと思った方は、ぜひ、いいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。はい。そして、ぜひ、お友達にも教えてあげてください。うん、それと、今回のおすすめ動画、いつものところに出てますので、ぜひ、チェックしてみてください。うん、チャンネル登録は真ん中あたりから、よろしくね！ということで、今回は以上でございます。バイバーイ。バイバーイ。Yay!